奥比叡ドライブウェイ、比叡山延暦寺拝観を終えたたまみちゃんと私、他皆さんが乗るツアーバスは、登ってきた道とは違う道を走って比叡山を下っていきます。途中、今回は立ち寄らない延暦寺の斎藤よ川のすぐ横を通り過ぎるので、我が家の旅ルール的に言うと比叡山延暦寺全参拝完了しましたということになりますね。私たちのような純な参拝ではなく、完全な比叡山延暦寺の拝観となると、1日かかりとかそれなりの時間が必要なのでしょうね。登ってきた比叡山ドライブウェイ、この奥比叡山ドライブウェイ、どちらも紅葉の時期は絶景と思われる木々の植生具合です。延暦寺斎藤エリアの駐車場案内が見えてきました。まみちゃんも拝んで拝んで。それらしい建物等は見えませんでしたが、比叡山延暦寺斎藤の参拝、つつがなく終えることができました。琵琶湖の眺めが素晴らしい比叡山峰道レストラン前通過。大きな伝教大師最長像が向いている方向には何かしらこだわりがあるのでしょうか。よ川駐車場前を通過します。はい、たまみちゃんも拝んで拝んで。ここもそれらしい建物等は見えませんでしたが、比叡山延暦寺よ川の参拝、つつがなく終えることができました。これで比叡山延暦寺の参拝は完了ですね。比叡山延暦寺東道出発から10分ほどで完売できたのですから、なんという効率の良さでしょう。って門限はこれくらいにして、つい先日見た BS 朝日の番組によれば、このよ川エリアにはおみくじ発祥地があるそうで、一山当てたら3エリアの完全拝観に訪れてみたいです。だいぶ下ってきて琵琶湖が近く見えてきました。正面に見えているのは日本の淡水湖礁で唯一人が住む島、沖島。Thank you.
ここもなかなかな通行料金です。滋賀県道47号からの国道477号、そして国道477号からの国道367号。 Google マップと動画をにらめっこしながら一人反省会。山をぐるっと回って戻ってくるようなルートを走っていたのですね。午後12時22分、大原駐車場に到着しました。